2> 分の2期を西洋先生術で占ってみた分の2期に限らずその他のメンバーの好きな女性のタイプや恋愛傾向などはインターネットの記事を探してみてもほとんど見当たらないので。 ファンの皆様ににととっては貴重なな動画になると思いますそれも私が勝手に自分の想像で性格を話すのではなく生年月日と生まれた場所からホロスコープというものを出して西洋先生術できちんと根拠のある答えを出していきますので是非ご覧いただけると幸いです、A。の占い動画は他にもたくさんありますので説明欄にリンク先を載せておきます。 まずは、二期のホロスコープを出していきたいのですが、二千五年十二月五日生まれ。岡山県出身ということなので、その旨をこのように入力していきます。そして、ホロスコープを作成というボタンを押しますと、このようにホロスコープが出てきました。こ,これを見て、詳しく占っていきます。まずは、二期の基本的な性格なんですけれども、太陽星座が伊手座さんということで、伊手座の要素が強いということになります。 以前 BTS のジンさんを詳しく占った動画でも話しましたがイテ座というのは外へ外へと向かう性格で非常に行動力があり思い立ったら即行動目標に向かってちょっとつ猛進というところがあります。ですからニキも日本の岡山県で生まれ育っておきながら13歳の頃から韓国に渡り現在は世界的に人気のアイドルになっている。そして韓国語も、 マスターして知らない国で大成功しているということでまさに伊手座の成功者のお手本のようなそんな方だと思いますですから2期はすでにこのような若い年齢にして伊手座の素晴らしい面を十分に活かしているって言えると思うんですけれどもそれだけではなくて今度は月星座を見てください太陽の下に月と書いてあり 月ヤギ座とやりますこの月星座というのは生まれた時間がわからないとはっきりしないのですがとりあえず2期は月星星座座座とととといいいいいうことで鑑定を進めててきたた思ままますす金、ま、もヤギ座となっています動画を見ている中で矢木座の方いらっしゃったら自分の性格を振り返ってみてほしいんですけれども一般的には堅実で安定志向努力型で目標を達成するためにコツコツと努力をすることができる。 そののような性格の方が多いいと思いますヤギ座の要素を2つも持っている2期は大胆不敵で行動力があるだけでなくそれを支える地道な努力や慎重で計画性があってコツコツと堅実に歩むことができるこの両方を備えているって言っていいんじゃないでしょうか。大胆不敵で行動力がある面と真面目で堅実な面正反対な180度違う資質を2つ持っているっていうことですね。 この相反する資質を持っている才能の持ち主であるところが2期の成功者である理由って言ってもいいでしょうかまたオーディション番組「アイランド」での出演シーンにより2期は性格が悪いなどと言われていたこともありましたけれどもこれは決して性格が悪いのではなく自分の目標や自分の理想を形作るために一生懸命なだけだと思いますね。 2期に限らず伊手座さんというのは好きなことのためならばいつまでも変わらぬ情熱を注ぎ続けることができてやりたいことやチャレンジしたいことを見つけた時には最強になります。どんなに大変な状況であろうと最後までやり遂げますし目標を達成するためならばどんなことでもしようとそのようなエネルギーが自然と湧いてくる方が多いです。ですすから2期も、も自分の目標を達成するために、 また、良いダンスを踊りたい、素晴らしいものをあげたいという一心で行動しているだけで、決して性格が悪いっていうことはないと思うんですね。むしろ先天的に社会の役に立ちたいと思っているんじゃないでしょうか。ただ、自分の私利私欲のためにお金持ちになりたいですとか、有名になりたいっていう気持ちよりも、自分の得意分野を活かして社会の役に立ちたいと、そんな風に思っている性格だと思います。 さて、次は2期の恋愛傾向について見ていきます。男性の場合、好きな女性のタイプを見るときには、金星を見ます。また、楽しいと思う状況や、デートで行きたい場所、好きな恋愛のシチュエーションなども金星を見るんですが、金星のマークはこちらです。これは全くアスペクトがないという状況なんですけれども、この状況が表すことは、年を重ねてからも、 外見も内面もいつまでもフレッシュで、常識などにとらわれず、自由な発想と思考を持っていると言えますね。この動画を見てくださっている方の中で、自分のホロスコープを出してみたいという方は、生年月日と生まれた場所を入力するだけで、無料でホロスコープが出せるサイトを説明欄に載せておきます。それを出してみてほしいんですが、この金星の欄に全く何の数字もない方というのは、 非常に外見も若々しいんですけれども内面も若々しいという方が多いですというかほとんどです鑑定を受けてくださったお客様の中でもそういう方はいらっしゃるんですけれど何歳になっても老け込まないなぜ老け込まないかというと一般常識や既成概念にとらわれることがないっていう感覚を持っているからですね特に恋愛などにおいても絶対にこうでなくてはならない 自分が好きなタイプはこういう人でないとならないですとか変なこだわりを持っておらず自由な発想の持ち主だからこそ透明感のある美しさを外見でも保つことができるって言えるんじゃないでしょうかちなみに A- の中で金星に同じ資質を持っている方は2期だけではなくてジョン・オン・ヒンも同じなんですねですから年齢を重ねても モテるタイプ、例えば40代ぐらいになって急に老け込んで若い時の魅力が全くなくなってしまうというような美系の芸能人もいますけれども2期はそういうタイプでは全然なく40代になっても50代になっても素敵な魅力を持っている方って期待していいんじゃないでしょうか。またたが実際に女性とと付き合うとしたら、 先ほどの基本性格のところで言ったように、行動力がある面と地道な面の両方が交互に出てきそうです。具体的には、好きな女性に対して恋人にするまでは一生懸命にアタックする。毎日のように連絡をして、その女性の気を引こうと頑張ると。そこはイテザの要素がたくさん出てくるんですけれども、実際に付き合いだしてからは、 結構受け身になる時もあると言えるんじゃないでしょうか。受け身というのは特に夜の傾向に出てきそうです。どういう意味かというと、自分が夜のお誘いをしたいなと思ってもなんとなく恥ずかしかったり、受け身になってしまったりして言い出せないっていう面がもしかしたらあるかもしれません。結構マイペースなところもあります。 また、普段の生活においては新しいことが大好きで未知の世界に飛び込んでいく冒険心というものを持っている方なんですけれども恋愛においては一度好きな人と付き合いだすと多少マンネリの関係になっても全然構いませんしむしろマンネリになったくらいの方が安心できると毎回同じような場所に行って同じような行動パターンで 同じような話をして別れるとそういうルーティーンでも全然いいと思ってますし恋人と会うこと自体が楽しいのでいつも同じような感じでも全く構わないとそんなところがあるんじゃないでしょうかですから自分がもともと持っている冒険心やチャレンジ精神などは恋愛以外の別の面で出しつつ 恋愛においては一度付き合うと長続きすると思いますし浮気をするのもめんどくさいのでそういうことに時間を割きたいとまで思わないでしょうし2期のような性格の方がたとえ浮気をしたとしても恋人にバレないように振る舞ったり口裏を合わせて行動するっていうことの細部まで気が回らないでしょうから 上手に浮気ができるようなタイプではないということになります。以前の動画でも何回も2期の好きな女性のタイプについては占っているんですけれども、今回はそれに付け加えて、今まで言わなかった情報を話してみたいと思います。2期の好きな女性のタイプは、性格的にきちんとしていて、外見も派手というよりもどちらかというと地味、 真面目そうな雰囲気の学級委員タイプの女性が好きだと思いますこれは完全にはっきりしていて恋人にしたい女性もこのようなタイプですし結婚したい女性もこのような同様のタイプとなりますなぜ日記がそのような真面目そうな女性が好きなのかというとお互いに真面目に真剣に付き合えるような相手がいいなと思っているのでそれに沿う女性というとチャラチャラしていて こういう関係が派手でパリピのような女性よりも真面目で生活が落ち着いていて派手じゃない女性が良いと自然とそういうふうに思うのでしょう恋愛第一主義で生きているわけでもないですし年を取ってからも恋愛の機会が多かったり女性から好かれる機会は多いもののそんなに恋愛体質ではありませんむしろ自分が社会的に成功したりある程度の地位になったり 仕事で満足できる結果を収めてから、恋愛を本格的にしたいなと思っている節があるんじゃないでしょうか。ですから、そんなふさわしい自分が理想とするような男性になれるまでは、恋愛は取っておこうとそんな気持ちを持っていると思います。そして、真面目でしっかりしている性格の女性に見合うような自分でいたいなと、無意識ながらにも思っているんじゃないでしょうか。 そののよううなな真面目な気持持ちや考え方っってていいいを基本的には持っていると思いますだからこそそれが悪い方向に出ると社会的に成功してお金持ちになってある程度の地位を収めてみんなからすごいすごいと言われるようになった場合に今まで真面目にしていた分思いっきり恋愛したくなったり 派手な女性関係になってしまうっていうことももしかしたらあるかもしれません。これは絶対になると言っているわけではなくて、それまでに真面目にしていて、地道に努力して恋愛を我慢していた分、それが弾けた時には反動で違う方向に行く可能性もあると言いたいだけです。ちなみになぜこのような結果になったのかと言いますと、金星星座、ヤギ座、月星座、ヤギ座、この部分を見て、 鑑定したものになりま,すまたもともと2期はこういう関係を広げたいですとか多くの人と広く浅く付き合いたいという気持ちはさらさら持っておらずこれは男性女性かかわらずそのように思っていますので女性とを接する場合にも友達感覚でたくさんの人と話したいなどとは思っていないと思います。信頼できて 話が合う女性といつものようにお話ができて楽しい会話ができればいいと思っているので自分の方から見知らぬ女性との出会いを積極的に求めに行くようなタイプではないと言えると思いますまた話している内容が楽しいから会話をしていて盛り上がるから相手のことを好きになってしまうっていうこともなさそうですもちろん会話の内容も大切なんですけれどもそれよりもその人自身の生活や 生き方持っている価値観外見雰囲気総合的なものを見てしっかりしているなきちんとしているなこの女性だったら尊敬できるなと思えたりこの女性とだったら自分が理想としている本気の恋愛ができるな真剣交際ができるなとそのように思えるかどうかが全てっていうことになりそうです。以前、A、の,人のメンバーは、 女性の年上が良いのか年下が良いのか同い年が良いのかという動画を出したんですけれどもその際にニキは言いたいことを言い合えるような遠慮せずに思ったことを言い合えるような同年代とが相性が良いでしょうと言いました確かにそういう面もあるんですけれどもそれプラス今回付け加えたいのは年上の女性も好きなんじゃないかということですなぜかというと先ほど言ったことに関連して 真面目そうできちんとしている、しっかりしている性格の女性というと、どうしても年上になりがちだと思います。また、もともと2期は、年上女性の持っている、落ち着いた雰囲気に惹かれるっていう傾向があります。または、年下であったとしても、年齢よりもかなり大人びた考え方で、性格が落ち着いている、ギャルではない、しっかりした性格なので、やたらと年上に見られると。 そういう女性でしたら惹かれる可能性があります。いずれにしても2期の好きな女性のタイプは落ち着いている、しっかりしている、真面目。この3つのキーワードが大切になってきそうです。また、この性格に関連して好きな女性のタイプの服装も派手ではなく地味なものがいいということになりますね。肌を露出したような流行の服ではなく派手派手しくない雰囲気の服装。 髪の色なども、明るいよりも暗い方が良さそうです。そして、女性の和服姿にも弱そうです。2期は、本当に親しい友達や恋人や家族、結婚相手に見せる2期の姿というのは、外で見せている大胆不敵で行動力があり、物事に対して、諸突猛進という、そのようなアクティブの2期の姿だけではなくて、家に帰ると結構、 おとなしいというか地味な感じになって落ち着く面がありますのである意味とと外の顔が180度ぐらいいいい違うって言ってて言もいいと思います家では意外と活動的でなかったり趣味なども若者の趣味というよりももっと年上の人が好むような落ち着いた趣味が好きだったりテレビ番組や好きな YouTube なども大人っぽいものが好きだったりっていうことで 結構地道で古いものにも興味を持っていたりするんじゃないでしょうか。とにかく2期は新しいものと古いもの両方を受け入れることができる方ですし大胆不敵な面と慎重派な面両方を持っていて非常に魅力的です。なかなかいないタイプと言えるんじゃないでしょうか。その他の、A、の他占い動画も見てね。